ベルニー公園は神奈川県横須賀市塩入町に位置する私立の都市公園である。年中無休。名称は横須賀造兵省その他の近代施設の建設を指導し、日本の近代化を支援したフランス人技術者レオンス・ベルニーに由来する。ベルニー公園のボードウォーク1946年に開園した臨海公園を2001年にフランス式庭園の様式を取り入れて、 リニューアルオープンした公園である。海側の歩道はボードウォークやベンチが整備されている。夜にはガス灯を模した伝統があたりを照らす。また、横須賀港に面するため、アメリカ海軍の横須賀海軍施設と海上自衛隊横須賀基地に停泊する艦船を間近に観察できる。フランスブルターニュ地方の住宅を模した休憩車の屋根と石の壁が特徴で、 ベルニーの功績を紹介している。また、旧横須賀製鉄所で使用されていた3トンと0.5トンの、炭蔵、圧延用蒸気ハンマーが、移設保存されている。2013年7月24日、両、スチームハンマーは、機械遺産に認定された。記念館前に、戦艦未知の区手法がある。横須賀市指定管理者制度導入済み施設一覧。 横須賀の都市計画都市計画としての名称は臨海公園となっている、道の区手法移設で式典全長19メートル横須賀。ありがとうございます。